はい、どうも大地です、今回はですね、何をするかと言いますと何もしませんというわけで、私1ヶ月前に、引っ越しまして、世田谷に住んでおります。 3LDK の部屋で家賃3万円、3万円の部屋に住んでます。で、決して事故物件ではないです。事故物件ではないですけど、なんでそんなに安いかと言いますと、僕の知り合いに大家さんがいまして、その大家さんが、雨漏りはするけど誰か住んでる人いないかなと探してて僕が住むことになりました。で、DIY 勝手にしていいし、もう好きに使ってくれと思ってる、今この家に住んでるんですけど、まあちょっと見ましょうか。早速どんな家なのか、ちょっとリビングだけちょっと見てください。もう見てわかる通り、その昨日雨降ったの、俺が引っ越して初めての雨だったんですよね。初めての雨だったんです、引っ越して。まあすごかったんですよ。でまあその時の映像はちょっと後で話します。でもこれすごいのが、なんとここの家、あの菅田将暉さんが映画で使ってるんですよ、この家。それやばくないですか、ね、やばいっすね。それやばいでしょ。まあそれだけの話なんですけどまあということで、まあここは俺のベッドで、まあここはちょ今引っ越したばかりでちょっと汚いんで、ね、あれなんですけど、まあ、ベッドと、まあ、いつも編集部屋があるっていうわけです。あれ状況を見ましょう。昨日の映像です。はい、なんか撮ろうってなってからちょっと弱くなったんですけど、弱くなってこれです。ちょっとこれね、どうしようもないの場所が。もうさっきもうバケツ取り替えて3倍目、もうバケツの幅を超えてるし、で、あとすげえ床もめっちゃ広範囲に濡れてるんですけど、これ結構やばい。もうね、こっちの部屋はこれまだマシなの。こっちの部屋がねやばい。まあこの部屋はもう普段使ってないんですけど、まあ、この部屋もあ開かずの扉にしてるんですけど、電気つきます。はい、すごいな。あの大家さんに一部屋滝のように雨漏りするから、あの気をつけてと言われてたんですけど、どんな部屋やねと思ったんですけど、いやーこれね、もうこの部屋を家の中ですからね。はい、その家の中です。はい、やばいでしょ。えぐいっすね。やばいんですよ。はい、はっきり言ってやばいのよまあでも住み始めちゃったから、でもこれ直しようがなくて、いや俺自分で直せると思ってたんだけど、まさかあんないろんな方向から降ってくるとは思ってなかったんで無理だよあれは。そう、あれ無理なんですよ。なんでちょっと本当に直してくれる方を探しています。 DIY、あの僕の家勝手に DIY しちゃっていいんで、あの DIY できる方募集します。マジでお願いします。それを YouTube にしてあげたいと思います。で、一部屋余ってるんで、住みてえなっていう方は僕に連絡ください。 DM 待ってますということで、それじゃあまた。おはようございます。どうしました？寝ぼけてるね。夜中5時、朝方っす。